こんにちは4月30日です今日は私にとってはとってもびっくりするニュースが入ってきましたもしかしたら間接的に日本に関係があるかもしれないので聞いてくださいなんと5月4日来週の火曜日からインドからアメリカへの渡航が全面的に禁止されることが決まりましたこれはインドでの変異種の拡大毎日ぐんぐん増えているコロナ陽性者数の結果ですね でアメリカ人とあと永住者、アメリカの永住者がインドからアメリカに戻ってくる場合には、これは適用されませんが。その他の外国人は過去十四日間、インドに滞在した場合には、アメリカに渡航できないということになります。これ、去年の初めにあった、中国からアメリカへの渡航禁止の時を彷彿とさせます。で中国人たちは、一旦他の国に移動して。 そこで2週間過ごしてからアメリカに飛んでくるっていう裏技を使ってどんどん入国していたのでうんもしかしたらインド人も同じことするんじゃないかなと思います間接的に日本に関係あるかもしれないって言ったのはこの部分です日本に来て2週間いてその後アメリカに来るかもしれないですよねで私がうん現状仕事で抱えているインド人を数字で言うとまあざっくりですけれども すでに合格しているインド人が400人が以上まだ合否が決まっていないインド人がなんとその倍以上いるんですね。で今日レポートを作っていて入学申請してくる90%ぐらいが全部インド人しかもコンピューターサイエンスの人なんだということを再確認して愕然としています。5月11日にタウンンホーールミーティングとということで ズームで合格者ととその家族とお話をすることになっていますこれあのインド限定ではないんですけれどもでもインドの人たちとその家族にワーワー言われることは目に見えているのでもううう今からどうしようって思います職場の人たちはああよかったこれでインドの変異種が入ってこないってほっとしていましたであまりにもほっとしていたのでいやいや第三国に2週間いれば入ってこられるんじゃないのっていうのは とてもとてももとと言えなかったですところで昨日お話しするのを忘れてしまったんですけれどもフロリダ州のマイアミにあるセントナースクールセントナアカデミーっていう私立の学校が教職員に対してコ「コロナの予防接種を受けたらクビ」というメールを送って結構騒然としていますで。フロリダ州はマスクを強要しなかったり 予防接種を強要しなかったりしてきましたがそれでもフロリダの学校の教職員たちの中にはもうお願いだから優先的に予防接種を受けさせてくれって今回注目を浴びている接種をしたらクビねっていう話題はフロリダ全体のことではないですこのののマイアミにあるこの1個の学校だけのお話です。 この学校は1年に2万5,000ドルぐらい授業料を払わないとか通えないようなまあまあお高い学校で保育園から高校まで全部で300人っていう小規模の学校です。で学校のウェブサイトを見てみたらうちの子たちが昔通っていたモンテソーリと同じ雰囲気の学校ですね。ただ別に自分たちはモンテソーリとかシュタイナーですとかは言ってないです。で学校のサイトのリンクはディスクリプションに貼っておきます。 で今回学校の創設者のレイラ・セントナーっていう人が予防接種を受けた教職員はクビっていうふうにした根拠は予防接種を受けた人から他の人に何らかの病気をうつす可能性があるっていうこととあと周囲の人の不妊症を引き起こす子どもの発育に悪影響を及ぼすというもので教職員に宛てたその手紙の中にはもしも予防接種を受けたいのであれば夏まで待ってから打って。 治験期間、そのそれで打って、治験期間が終了した時に。もしもポジションがこの学校にあれば、その後戻ってきてほしい。ということも書かれていました。そして、もしも夏休みに入る前に予防接種を受けたい場合には。 直ちに知らせてほしいなぜなら予防接種を受けたばかりの人を学生の近くに近寄らせることはできないからですとさらにもしも4月21日よりも前に予防接種を受けた場合には自分たちにちゃんと報告して学生たちからは離れていてほしい子どもたちの健康が最優先なのでもっと多くの情報がわかるまでは予防接種には注意を払いたいということでした。この4月21日 以前に注射を打った人ってどういうことなんだろうちょっとわからないです。でこの学校ではもう今までもマスクもしてなくてソーシャルディスタンシングも行っていないので既に子どもを他の学校に転校させた保護者もいるそうです。あんんままり関係ないかもしれませんがが去年ののの秋にに実際に陽性の結果の子供が 子供が出たらしいんですねでその時点なんか9月だと思うんですけれどもその時点で転校させようとした保護者がいたものの学校からは学期終わりまでは是非とどまってほしい今やめても授業料の払い戻しはしないっていう回答があってその時点でも批判が集中したようです予防接種を受けたらクビっていうのはもうこれは賛否両論ですよね。 自分の信じているもので真っ二つに分かれるんだと思います、はあところでうちの夫は今日今日じゃない昨日ファイザーの2度目打ってきましたよで昨日打って今日から週末にかけて体調が悪くなるかもって思って休暇を申請していましたが何にも副反応がないですすごいね40%の人は副反応あるらしいのにって私が言ったら 夫の持っている情報では7人に1人しか副反応が出ないということになっているようで彼からしたら自分は副反応ののの出ないいい大多数の方くらいの感覚みたいですねで私は若い女性に激しい副反応が出るっていうデータも目にしたんですけれどもモデルナを打った夫のお母さん多分87歳とか88歳が2度目の接種の後にかなり体調が悪かったのでもう何が何だか分かりません。 さてこの今日の背景はこれまた下の子が描いた作品をカラープリンターで印刷したものですね。で彼女を曰くこれは犬やしゃって言うんですけれどもそもそも犬やしゃって何みたいな感じで全然わからないです。というわけで「ステイステイステイハウス h よい週末をお迎えください。